宵のお船の中で船幽霊。違う、幽霊じゃない。俺は海津の船頭だ。荷を積んで安土へ行く途中で海賊にやられた。水をくれ、水をくれ。ありがたい。お前たちどこへ行くかしらな。海賊に用心しろよ。見つけられたら命も荷物もなくなる。女は気をつけろよ。女、案内がのうては分かりますまいと思いましてね。これはどうも恐れ入ります。ついておいでなさい。
ご苦労です。お帰りなさい。さあ、
だお目覚めにはおはようございます。ゆっくりお休みなさいまし。私はどうしたんでしょう。あのおっしゃりよ、何もかも忘れておしまいなされたよ。もうお目覚めでございますか。あなたは私を疑っていらっしゃる。魔性の女のように思っていらっしゃる。そうでしょう。でももうあなたは私のものになりました。これから私のために命を尽くしてくださらなければいけません。私のものでも構わん。わしはもう橋田様話しますけれど。こんな楽しみこの世にあろうとは知らん。醍醐味だ、天国だ。